聞こえますか？は、聞こえます。よし。へいへい。よろしくお願いします。ミラフガットです。聞いててください。できるだけ嘘はないように。どんな時も優しく荒れるように人が痛みを感じた時には自分のことのように思えるように正しさを別の正しさでなくす悲しみにも出会うけれど水平線が光る朝にあなたの希望が崩れ落ちて風に飛ばされるかけらに誰かが綺麗とつぶやいてる悲しい声で歌いながらいつしか海に流れ着いて光ってあなたはそれを見るでしょう。初めまして、改めましてミロフガと申します。もしよかったらちょっとでもいいので聞いてていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ぜひちょっとでもいいので聞いててください。よろしくお願いします。自分の背中は見えないのだから恥ずかしがらず人に見えるものよりも大事にするといい。毎日が重なることで会えなくなる人もできるけれど透き通るほど淡い夜にあなたの夢が一つ叶って歓声と拍手の中に誰かの悲鳴が隠れている。耐える理由を探しながらいくつも答えを抱えながら悩め、あなたは自分を知るでしょう。はじめましての方、改めましての方、どうもミーロフーガって言います。もしよかったらぜひ Twitter、Instagram、TikTok、YouTube 全部やってます。そういう方はぜひぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。誰の心に残ることも目に焼き付くこともない。今日も雑音と足音の奥で私は心と叫んでいる。水平線が光る朝にあなたの希望が崩れ落ちて風に飛ばされるかけらに誰かが綺麗とつぶやいてる悲しい声で歌いながらいつしか海に流れ着いて光ってあなたはそれを見るでしょう。あなたはそれを見るでしょう。改めましてミラフーガって言います。もしよかったらぜひミラフーガで検索してみてください。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube 全部やってます。よかったらぜひぜひぜひちょっとでもいいので検索していただいたりとかちょっとでもいいので聞いてていただけたらとても嬉しいです。よろしくお願いいたします。バックナンバーさんの水平線という曲を歌わさせていただきました。ありがとうございます。